ポシャポシャ。おざす。今日はですね、でっかい心拍持ってきました。でっかいって言っても枝が伸びてるからでかいっていうだけなんですけどね。まあボディ見てもでかいか。こんな感じのボディしてて、もともとはね、もっとほっそりしてたんですけど、結構太った。これでも。言ってもかなり太った。こんな感じのボディしております。なかなかいい感じになってきました。こんな感じで、もう全体的にボッサボサです。で、まあこれ今年も走らせるのは走らせるんですけど、ちょっと力を乗せる枝っていうのを選んでいこうかなと思っています。で、いらない枝をね、バシバシと追い込んで、で、重点的に力を乗せていこうっていう作戦で、今年は伸ばしていこうかな。っていうかね、邪魔なんですよね。この、特に横に伸びてる枝、横に伸びてる枝たち、これだけでね、これ4号のダウン鉢なんですけど、これだけで結構な日照を遮ることになってるんで、ちょっとねこれはちっちゃくしとかないと他の素材たちにねちょっと影響しちゃうんで、ちっちゃくしていきましょう。これとかはもういいんじゃないかな。この枝ビヨーンと下に伸びてる枝、これ使いようがないんじゃないかなって思うんでしょ。ボディ見た時にこっちを正面にしてもいいっていう案もあるんだけど、元々の正面はこっちなんでね、まあ、こっち使っていこうかなと思っています。でさっきの枝、これね、この枝が、まあ、この辺の枝なんですけど、正面から見たときにこの位置に来ています。要は左のこの輪郭を司る枝たち、まあ間延びが激しいですよね。元の方だけ残すかっていう案も考えられなくはないんですけど、ちょっといらねえな。一旦じゃあもう多分全部落とすことになるとは思うんですけど、一旦元の方を残してこの辺落としてみましょうか。こんな感じで、よっ、だいぶさっぱりしましたね。この枝は生きてるんだけど、まだね、これ残ってるし、こいつも残ってるし、生きてるんだけど、これを残す必要があるかどうかっていうところ、いらんな、戻そう。はい、こんな感じでさっぱりしました。でこいつ置いとくか、どうしようかな、なくても大丈夫かな。でも左下の枝ないね。でもまあ上の方をモサモサしてくれれば、まあ上もね間延びしてね芽がないんですよね。ちょっとその辺もすげえ気になる。ちょっと一回置いとこう、後で検討しよう。あとは右側の枝ですよね。ちょっとこれ邪魔だな。あ、邪魔だからといって切らずに一旦置いとこう。これとかね間延び激しいですよね。右に差し枝が一本欲しいんだけど、ちょっとこいつはな、いらない方向に成長しすぎてるんで、ちょっとこれは落としてもいいかな。こっち正面だとしても、この使えんのか。悩ましいね。使える芽が、ちっちゃく作るときに使える芽が少ないな。これ。やばいな。太らせるのは簡単なんだけど、その後に使える枝が少ない。なるほどね。難しいですね。素材作り。この辺はいらないんで、もう落としちゃいます。だんだんと。よっ。よっ。どうなってんだ？これ反対側の枝だ。こっち
ちから枝分かれしてんのか、これか、内側から枝分かれしてる枝がありましたね。あ、こいつを持ってくるって言ってもあんのか、こいつをぐいぐいと持ってきて右に倒すっていうことはできるけど、これはこれで間延びが激しいですね。うん、やっぱりこれいらない、落とす、落とすでしょう。これね、今裏の方に行っちゃってる、この枝をこいつを針金かけて静止して、まあこっち側に持ってくるっていうことはできるんだけど、できるんだけど、やっぱり間延びが激しいですね。これも落としちゃうか。枝なくなっちゃうな。どうしようかな。ちょっと下の方の枝だけ残して、長いの落としちゃいましょうか。こんな感じで。これ弱々しいのいらんな。これは落とそう。こんな感じね。一応元だけ残してみました。後で落とすかもしれないですけどね。他どうしようかな、悩ましいな。これもな、使いようがないんだよな。やっぱりこれ邪魔なんで落とします。よっと。でまあこの辺にね、この辺に枝あるんで、まあこいつらをグイッとすれば、まあ、この辺は全然、右側はカバーできる。こいつらで。カバーできるんで、一旦 OK かな。あとは、樹心をどこにするか、樹幹部をどこにするか、メインをここにするのか、この枝にするのか、それとも裏にね、この太いやついるんで、こいつを主軸で考えていくのか、まあ、どっちにしろこれいらんな。これ落とそう。OK、落ちました。で、他は？これ使えそうだから取っとくでしょ？やっぱりこいつ使いようがないんで、これも落とします。OK。さっぱりしてきたね。ずいぶんさっぱりしてきたね。上の方見えないけど、こんな感じね。まだまだ元気な枝いっぱい。こいつを主軸にしていくのか、それとも上も一緒に使っていくのか、その辺が悩みポイントかな。上、ここね。どうしようかな。ちょっと眺めてたんですけど、まあ立ち上がりこう、くねくねくねってきて、この枝？この枝ね、ぐるんと回ってるんですよね。ここでぐるんと回って、左に折り返してきて、この辺が伸びてるんですけど、これ使いづらいなぁと思って、ここぐるんって回ってる枝を、まあこっちにこう下ろしてもいいんですけど、もうここで一周円ができちゃうじゃないですか。なんかこれ、すげえかっこ悪いなと思って。こう枝持ってくることはできるってさっき話してたんですけど、なんかこの円、すげえ違和感があるというか、気持ち悪いなというか。で、やるならまあこいつをこっちにこう倒す。倒して、こう持ってくるとかなんですけど、あ、まあこれはこれでいいのか。まだこれならね、S 字カーブならまだ許容範囲かなっていう感じ。このぐるっと回ったこの状態でこうこっちに持っていくのはね、ちょっといまいちだなと思っていました。で、ぐるっと回すことによってこの辺の枝が頂点に来るんで、この辺充実してくれれば、なかなか面白い感じになるんじゃないかなって思った時に、もしこれをやるんだったら、こっちが邪魔なんですよね。この辺、こっち側全部落としてもいいかなっていう気はしました。こっち側ごっそり。ごっそりここ全部ごっそり落とす、そういうのもありかな。
OK、 もうそうしよう。今の案で行くことにして、とりあえずこの辺の枝に力乗せたいんで、ちょっとこの辺切ってあげようかなと思います。ちょっとね、かぶってる部分日当たり悪くなっちゃってるんで、こう落としてあげればね、日が当たるようになって少しは力乗ってくれるんじゃないかなっていう作戦で、この辺落とします。これもいっちゃうか。 OK、 よし、こんな感じでどうでしょう。こっちを使うね。でこっちもがっつり、こっち側がっつり枝減らしちゃいます。で向こう側に力を乗せてもらうように軌道修正、樹勢調整していきましょう。この辺、いけいけ、がっつり落とします。OK、 かなり減りましたね。これでいいんじゃないかな。内側にね、全然この辺りって動物キメがなかったんで、ちょっと悩ましかったんですけど、まあいいや、一旦落としておきましたよと。でこっち側でこう作っていく作戦で今後やっていきましょう。これは予備のためにこっちは残しておきます。こっちは枯れちゃう可能性もあるんでね、一応残しておこうかな。はい、オッケー、だいぶすっきりした。ちょっと掃除させてください。はい、掃除完了です。終了で終わった姿がこちら。結局枝 2,3 本残しぐらいまで減らして、がっつり他の枝を除去してます。これでかなりさっぱりしたかな。でさっきの作戦でこっち側使ってね、やっていきましょうと。でこれ予備で残してるっていう感じで、はい、こんな感じになりました。ちょっとね、ミニに作るには少し難しいボディなんで、商品で作るかっていうこともちょっと考えたんですけど、まあ商品サイズで作るんだったら全然使える枝ね、こことかもあったんですけど、ちょっとそれだと、僕のやり方に合わないなということで、まあその商品で作るっていうのは一旦諦めて、まあちょっとね、こいつでググッとこう展開していく感じで考えてます。あくまでも10センチ以内で作っていく、まあ多分こんな感じになると思うんですけどね、ちょっと倒すとかしないと10センチクリアできないと思うんですけど、とりあえずこの枝だけで作っていく、そういう作戦でございます。はい、針金掛けとかは今日はやんないですけど、一旦作業的にはここまでです。はい、以上。